はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はポップマスの動画撮ろうと思いますってことで、お、100回だ、すげえ。偶然にも。おはようございます。今日のお仕事も精一杯頑張りますね。で、なんだあんたかっていうね。冬子ちゃんね、結構気に入ってるので、使いたいんですが、ちょっとね、悩みがあって、っていうのが、今ね、組んでるこのユニットね、ちょっとこの天使の輪っかいいよね。黒髪にマッチしてる気がしますという感じなんですが、スキルがね、今、冬子につけられるスキル見ると、このね、パーティカルレイっていう、色を変えるスキルと、黄色が出やすくなるスキルと、輝きを中央に集めるっていうスキルの3種類しかね、セットできるのがないんだよね。で、なんかこう、ドカンと消すタイプの、スキルをつけたいなと思うとガチャかなっていうね。でね、前回ちょうどね2500超えたので、今回はねガチャを引いていきたいと思います。まあね、2月バースデープラチナガチャっていうことになってるので、まあピックアップ対象とそれに伴うスキルとかもちょっとしっかり見てはいないんですが、まあピックアップじゃなかったとしても欲しいのは、冬子に装備できる有効なね、スキル。ということでね、引いていきたいと思います。さあ。いきます！とりあえずデータダウンロード入るので、新キャラは含まれてそうですが、専用衣装がどれぐらいいるか。これダメなパターンじゃない？どう？変わる？おし、変わった！黄色い！一人か、二人だ。オッケー。とりあえず二人専用衣装持ちがいますね。そしてまずは星ミキ。続いて、三船美優さん。そして、いぶき翼。初めてだね。いぶき翼。最高に可愛くてモテモテなトップアイドル目指して頑張ってまーす。はい、よろしく。なるほど。さあ次は、おお、髪の毛すげえって1回目の時も言った気がする、エミリー・スチュアート。お、三船さんの専用衣装だねこれ。メロアダジオ。クラップ&マジック、マジックを披露してランダムでボムを発生する。ほお、おお、弥生か。ポッピンカジュアル、パーティカルシャイン黄色。あー、これもまあ色を変える系だね。三船さんめちゃめちゃ今回出てくるね。そして、お、土屋子。この子はね、モバマスだね。毎度土屋子15歳。ユニットでもドカンと盛り上げるよ。セールスポイントは電卓の早打ち。好きな4文字熟語は一攫千金、商売繁盛、質素倹約。全品半額。あー、違う、とにかく頑張るんで、しくよろと、声がない。そして、三浦草さん。二見まみ。までかな。なるほどね。そうか。初めて出た、金枠スキルは、パーティカルシャイン黄色っていう黄色に変えるやつと、クラップ&マジック。マジックを披露してランダムでボムを発生か。なるほど。はい。という感じでね、まあ、プラチナガチャはここまでしか引けないんですが、なんとね、マニーガシャも今回ね、溜まっているので引けるんですよね。お揃いの衣装を着たアイドルをスカウト。専用衣装が登場することもって書いてあるんで、本当に出んのっていうね、まだね、2回しか、今回で2回目、10連ね。ですが、1回目の時はね、専用衣装出なかったんですよね。今回出るかどうか、ちょっとやってみましょう。まあ、マニー使い切っちゃうとね、強化というか、レベルアップみたいのができないんですけど。まあ、どうだこれ。ある？専用衣装来る？来ないか？いやー、ないね。青だったから、まあ、ないんだろうなとは思ったけど。秋月律子さん、星みき。もう、あれか、ダウンロードなかったから持ってる子たちかな、今回出るのは。なんかすげえ、
ナムコ多い。そうですね。あー、ユキホ。あ、ユキホ初めてか。本当は、萩原ユキホ、17歳です。プロデューサーの熱い姿勢、今回のプロジェクトの重圧を感じます。なるほど。はい、よろしくお願いします。キラリ、つくもかずき、お、この子初めてじゃない？あ、初めてじゃないな、一回出てきたか。あ、出てきてない。こんにちは、北村空です。何と間違えたんだ。僕なりに頑張ろうと思ってます。はい。小野が道、思いのままに、あるがまま、のんびりやっていくつもりだよ。プロデュース、よろしくお願いします。あ、空だからこう俳句というか、そういう感じなのかな。おお、いいね。冬子出たのは嬉しい。はい、という感じですね。スキルに関してはこんなもんか。まあ持ってるやつばっかりだね。なるほど、なるほど。はい。マニーガシャ引いちゃったんで、ちょっと強化できるかわかりませんが、ちょっとアルバム見て被ってるやつね、強化していきましょう。所属アイドルや入手済みの衣装などを確認できます。ね、確かあれ、絞り込みで強化できるやつとかなかったっけ。なかったか。じゃあ上から見ていきましょう。でもね、ちょっとコイン足りなくなるのを心配して、とりあえず冬子は優先してあげよう。どこにいるんだ。いた。まずは限界突破します。星に。ねえ、あんた、お弁当買ってきてくれない？カツカレー。何よ、あんた相手なんだから食べたいもの言ったっていいでしょ。おお、いいですね。カツカレー。そして、まあ、今回ね、専用衣装ゲットした弥生も、星2にしましょう。みんなとステージに立つの、とーっても楽しいです。なるほどね。次が、あずささんも星2にできますね。ユニットのお仕事って楽しいですよね。新しい挑戦ができそうです。はい。あとは、ニューが結構いるけど、あ、キラリか。キラリも、お、星さんだ。オッケー。はい。さあ、あとはこの彼か。天童テル、天童テルでいいんだよね。あ、星さんだこいつも。俺もそうだけどよ、訳あってアイドル目指してるやつがいると力になってやりてって思うんだ。なるほど。まあ彼のね、専用衣装のね、スキルがなんか強いっていう話も聞くんですが、専用衣装の方まだ持ってないので、まあ実際にはね、わからないという感じかな。水瀬よりも星に。オッケイ。ちょっと、どこ行ってたのよ。まずは、私たちのそばにいることが、プロデューサーとしての仕事よ。はい。さあ、これで大体終わりかな？あ、違う、まだいるな。そうか、今回引いた三船さんが限界突破できますね。アイドルになったばかりの頃は笑顔のレッスンをしていましたが、今は違います。みんなといると自然と笑顔になれますから。なるほど。なんかセリフとこの専用衣装噛み合ってなさそうな雰囲気もあるけど、まあもう一回あげれるか。
きましょう。あれ？あ、50点。ちょっとね、マニーが尽きちゃったね、やっぱり途中で。三船さんがね、もう一段階上げれるのと、あと、ミキも上げれる。そんなところか。なので、ちょっとマニー、またね、集めてあげておきましょう。スキルもだからもうレベルアップができないね。まあちょっと上げれるのもあるみたいですけど、お預けかな。で、結局今回のガチャでは、冬子にね、つけられそうなスキルって増えなかったかな？あれ？増えてるか？あ、これが増えたのか。パーティカル社員黄色が増えましたね。そうか。でも色変える系なんだよな、どっちも。あ、でもそうか。青は紫消さなきゃいけないけど、黄色は黄色消すと回るのか。だとすると、こっちのが使いやすい。でも数が多いね。数が多いか。どっちもパーティカル社員なんだけど、色、あ、パーティカルレイとパーティカル社員か。ちょっと違うんだね。そうか。これ黄色、黄色を消して発動するスキル持ってる仲間と組み合わせると、もうちょっと、使いやすくなるかな。それも込みでちょっと編成変えてみようか。例えば、こっちのね、今ね、名前なんだっけ？八宮めぐるさんか、が、装備しているこのスキルが、トゥインクルステップね、これ十字消し黄色16個ってやつ、これがね、結構使い勝手がいいので、そのスキルと組み合わせて、もう一人もね、黄色で、黄色消すと発動するスキルとかっていう組み合わせで1チームね、ユニットを作ってみてもいいかなと。所属アイドルや、入手済みの衣装などを確認できます。思うんですが、あ、このトリプルバルーンってどうだろう。黄色24個消す。トリプルバルーンと、これじゃないな。トリプルバルーンとパーティカル社員と、トリプルバルーンとパーティカル社員と、これじゃない。どれだっけ。あ、ボルトハーモニクスっていうのも黄色か。ただ俺が探してるのはそれじゃなくて、あ、これじゃないよね。あれ、ちょっと待って、あのスキルどこ行っちゃったんだ。これか、トゥインクルステップ。トゥインクルステップと、パーティカル社員と、トリプルバルーン。で、組み合わせてみようか。そうすると、パーティカル社員黄色を冬子につけて、羽のアイドルと、星のアイドルを両脇に置く感じになるのかな？羽と星は誰がいるんだろう。所属アイドルや入手済みの衣装などを確認できます。羽は空か。空と星をちょっと検索してみると、空と星で総アピール順にして、高順にしよう。あ、そうだよね。まあ今つけてるめぐると、あ、三船さんにしてもいいのか。しかもランク4にできるし。だから、冬子の両サイドに、冬子の両サイドに高根と三船さんっていう組み合わせは、ありかな？っていうことで、もう一つユニット作ってみようか、次回。今ね、ちょっと、
あ、待って、そしたら桑山千雪さんは属性なんだんだっけ。あ、ここに出てんのか。あ、花と雪、そうか、どうしようかな。一回風船は風船で試してみるか、このままの編成で。で、こっちをちょっと黄色、あー、なるほど、そうか、じゃあやっぱりちょっと黄色に、縦ラインで黄色に変える、これセットして黄色24個で発動できるやつにして、黄色一種類赤に変化、赤に変えてもなあ。でもちょっと待って、この風船が赤の周りを消去だから、これちょっと組み合わせてみるのはありなのか。これでちょっと試してみようか。まあでももう一個ユニットも作ってみたい気はするけど、とりあえず今のこのチームでもうちょっと試してみようかな。はい、ということでね、今回はガチャを引いて、まあマニーガチャと、ジュエルじゃないな、なんだっけこれ、ジュエルでいいんだっけ、ジュエルのガチャとマニーガチャね、10連ずつ引いてみて、ちょっとアルバムでね限界突破できるやつも見たりしました。ということで、今回はねこれで一旦終わりにしようかなと思います。次回はおそらくね、またプロデューサーランクね上げていくような動画になると思います。ということで、終わります。ありがとうございました。よいしょー。